皆さんこんにちは、久住小春です。はい、今日はですね、メイク動画を撮ろうと思うんですけども、今日はウォン・ジョンヨさんというトゥワイスのヘアメイクとかをやっているヘアメイクさんが出したコスメが最近日本で発売になって、そのメイク道具を使ってメイクしていきたいと思います。はい、なんかね、こんな感じのとか、こんな感じの、これはマスカラですね。マスカラとか、下地、あと、シャドウがあります。いろいろあります。はい、このウォン・ジョンヨさんのが作ったメイク道具を使ってメイクしていきたいと思います。私一度使ったんですけど、めっちゃ良くて、なので、今日は紹介しながらやっていきたいと思います。はい、ですね、まずなんか部分用シートマスクがあって、これはまだ使ってないんですけど、はい、こちらモイストアップレディースキンパック、これもウォン・ジョンヨさんのが作ったパックです。使ってみたいと思います。開けないですね。よいしょ。わーす。おい、あ、まだ、あれ？どうやって、あ、はい。あ、部分用ってこと、あ、なんかこんな感じの、あ、なるほど、部分用ってことは、こういう風になんか、コットンみたいな感じでなってます。貼ります。一応もう化粧水とかしたんですけど、あ、こういうパックなんだ。私目とかが口とか開いてるパックかと思ってたんですけど、部分用なんだ。へえ。でもなんかヘアメイクさんとかがメイクするとき、コットンに化粧水とかつけてこうやってやるんで、もしかしたらなんかこうスキンケアのヘアメイクする前のスキンケアはこういう部分用のがいいんですかね。おでこにも貼ってみよう。てかめっちゃ香りがいい、なんか甘い香りがします。ちょっと貼り方合ってるかわかんないですけど、これを置いたらいいかな。はい、じゃあちょっと5分10分置いたら剥がします。はい、5分経ったので取ってきます。ね、他のこういう風にちょっと拭き取っていきたいと思います。部分用いいですね。なんかメイク前とかいいかも、部分用だったら。夜とかはちゃんとしたのやりたいけど、はい、はい、ちょっとティッシュでオフします。はい、次は下地。これはね、2種類あって、こんな感じです。こんな感じです。イエローベースと、ライムイエローとピーチピンク、トーンアップベース。どっちも使ったんですけど、私はピーチピンクの方がなんか肌に合ってたので、ピーチピンク使います。塗ったらめっちゃ肌がトーンアップするんですよね。ちょっと白くなるというか、
最近韓国のコスメハマってます。うん、こんな感じ。結構トーンアップしたの分かるかな。なんかちょっと白くないですか。いい感じで、その後はこれもウォンジョン屋さんのクッションファンデペールピンク、フィッティングクッションラスティング SPF が 50% 入ってます。こんな感じ。あの何種類かあるんですかね、分かんない、ちょっとそこまでちゃんと見てないんですけど、あのペールピンクという色を使ってます。これも使ったんですけどめっちゃいい。なんかサラッとしてて、なんかツヤっぽいクッションファンデあるじゃないですか。なんかそれより私結構サラッとしてるやつの方が崩れなくて好きなんですよね。クッションファンデ大好き。なんか韓国のクッションファンデって分かんない、あんまそんな詳しくないけど、なんかサラッとしてるのが多い気がする。こんな感じ。めっちゃ綺麗になりません？してるんで多分粉いらないんですけど、今日粉もあるのでつけてみます。はい、これは、フィンシングブラーパウダープレーンピンクとプレーンベージュです。プレーンピンクを使ってみたいと思います。こんな感じ。これはブラシでやろう。よいしょ。次だとこれなんだ、ブラシでさささっと。なんか韓国のアイドルの肌ってなんかもうほんと陶器みたいな、なんかもう毛穴一つなみたいな感じじゃないですか。サラッとして、そういう感じに近づけるのかな。よいしょよいしょ。はい、おお、いい感じ。結構つけたけどなんかあんま粉っぽくなくて、はい、こんな感じです。はい、次は眉毛と、シャドウがあって2種類あります。持ってるのは、ソフトモーブピンクですね。こんな感じの色味のやつ、デイリームードアップパレットチトーン。はい、トレンチブラウン持ってます。とこの色が眉毛に使えそうなんで、これを眉毛に使っていきたいと思います。カメラの画面でメイクしてます。うん、こんな感じ。いいかな。はい、こんな感じで、シャドウはどっち使おうかな。あ、チークですよね。チークはこっちのちょっと大人っぽいピンクの方にします。つけすぎ、こうつけます。発色いいです。はい、いいかな。はい、つきました。
どっちも使ってみたいので、この色をちょっとベースで使います。下まぶたにもつけます。どうしようかな、この色をちょっと二重幅に塗ります。色をもっとね、チリに塗ります。ラメどうしようかな、こっちのフレンチブラウンの方のラメを使います。取ってまぶたの上にこんな感じ、一筋で、黒目の上の方に塗ります。これは前韓国メイクをした時に教えてもらいました。で、目頭にもちょっとつけます。かわいい。ああ、めっちゃ韓国っぽい。かわいいですね。で、黒目の下にもちょっとつけます。クリスマスっぽいですね。で、もうちょっとまだキラキラしたいんで、こっちのソフトモーブピンクのラメを名人かしら？見る。そしてマスカラ、これもね、あれなんですよね、ボンジョンヨさんのやつで出てて、こんな感じと、左から、私から見て左から、シアーブラウン、シアーグレー、シアーブラック、シアーブラックを使います。なんか全部使ったんだけどめっちゃ良かった。ちょっと繊維が入ってて、まつげがこう伸びる感じ。ちょ、その前に、これはワンジョンヨさんじゃないんですけど、ちょっとまつげ美容液をまつげ下地として、ちょっとこれ前紹介したやつですね。これはまつげパーマ屋さんで買いました。まつげに束感が欲しいので、これで一回、美容液なんですけど、一回束感をこれで出します。スイスイスイと、まつげパーマを今してるので、結構緩いんですけど、だから美容らはしません。なんかギュンって上げるよりこのぐらい緩い方がお気に入りです。ちょっと濡れてんで乾かします。これはですね、前に買った、このメイク道具が発売する前に普通に9点で買った涙袋のペンシル。これもオンジョンさん。これも使おうかな。これも涙袋のところ。います。こんな感じ。
まつげを乾かしてる間にリップ。リップもね、めっちゃあるんですよ。こんなに。じゃーん。まで6本あるんですけど。こんな感じの色味。とね、ブラウン、カトリーローズ、アンティークピンク、バーニングモーブと、あとですね、これもこちらもあるんですけど、クラシックトーブと、メルティングベージュ、このこれはもう2本は使用しててすごい可愛いんですよ。このメルティングベージュは塗ったんですけど、柔らかい感じ、うん、この色お気に入りです。なんかまだ全部使ってないんですけど、こんな感じ。クラムつきすぎ、こんな感じです。マスカラ塗ります。シアーどうしよっかな。シアーグレーもいいしな。シアーグレーにしてみようかな。シアーグレー使います。こんな感じで、なんかちょっとこういう感じですごい塗りやすいタイプで、ちょっと繊維が入ってます。グレーなマスカラって使うの初めてです。あ、すごいつく。めっちゃ塗りやすい。なんか美容液でタバカンつけたんですけど、もうこれでなんかタバカンできちゃう。ほらこんな感じ、めっちゃ綺麗じゃないですか。韓国のアイドルってみんなまつげにタバカンありますよね。ピンセットとかでこうギュッとするらしいです、タバカンを出すの。でもこれはなんかこれでも頑張ればできそう。はい、つけ込む。ちょっとつけ込みします。こんな感じ。横から見てもこんな感じ。ん？はい。とラインはちょっとウンジョンヨさんのないんで、普通に自分が持ってるラインを使います。あ、これじゃない。インラインだけ。いきます。はい、できた。うん、いい感じ。ちょっと微調整で目が、この前まつげ、眉、まぶたの幅のところにもちょっと黒い色を足して、まぶたの下にも黒いのを足して、お、うん、いい感じ。完成です。こんな感じです。いい感じ。リップの色なんですけど、
さっきのもう一個のこの色はクラシックトーブは結構濃いんですよ。こんな感じで、全然違う。なんか他の色も使うの楽しみ。ちょっとなんだろう、ふわっとした質感で可愛くないですか？なんかこういうふわっとしたリップ持ってないから、なんかいいな。冬に良さそう。こんな感じです。あとこのなんかちっちゃい香水もついてきたんですよ。なんかすっごい甘い、なんか蜂蜜みたいな匂いです。蜂蜜と花みたいな。あー、いい匂い。はい、結構なんかナチュラルめなんですけど、すごい発色よくて、髪の毛をやってます。ちょっといつも外鼻にするんですけど、今日はちょっとストレート目でどんな感じかやってみます。はい、こんな感じかな。で、今さっきちょっとこのダーレのオイルを使いました。これは友達のヘアメイクさんの高橋由紀さんが作ってるブランドです。あ、コラボしたブランドです。こんな感じ。よし、すごいね、もうサラッとしてて、今の肉眼で鏡で見たんですけど、めっちゃいい感じ、お気に入り。韓国メイクやっぱいいですね。はい、ちょっと TWICE の桃っぽくないですか、この髪の毛。しかもこのなんだっけ、ブランドのイメージキャラクターが TWICE の桃ちゃんだ。ぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。あ、以上、くすみこはるでした。